最晩年の田野村直入柳影館ポズ、慶応元年鉄斎堂像、田野村直入明治40年1月21日は、幕末から明治時代にかけて活躍した日本画家。日本最後期の文人画家として知られる。田野村築伝の養鶏師養名は、はじめ松太し、後伝太し。意味名は、はじめ田で、の父字は、 はじめうつろこう、のち帰りみぜ。郷は、はじめ章子、のち直入。通称は、章子とした。別号に竹置な、忘れとき、交際、芋線補定庵無制資格などがある。文後直入郡竹田町を生まれ、課長図1847年資本着職士が、県立近代美術館を下半し、三宮伝右衛門の三男として生まれる。 おじわた辺よもぎ島が、田野村畜伝の幼児期の死であったことから紹介され、文政五年九歳の時に、武田の画塾に入門。才能を見出され、養子師となる。兄弟子には、高橋草坪、ホワシアンウがいた。画の他儒学を、角田休科、漢詩を、広瀬玉僧に学び、氷鮮家作道、行動、東軍流の剣術も身につけた。天保五年、 武田に伴って、大阪入りし、大塩平八郎の先進堂で、陽明学を学び、佐竹治流の創術免許を得る。藤沢東、篠崎小竹、後藤松陰、広瀬玉僧、岡田藩校などと交わった。天保六年、下武田が没した後しばらくは、京藩を遊歴して過ごしていたが、二十七歳で、境に落ち着くと死者、交際銀社を設立。 門人が300人以上集まったという。35歳の時に、大幕蒼天、沖新一に参前し、因果と小児号を授かる。大阪天皇寺修復の折に、羅漢像500福を描いて寄贈。万円元年、46歳の時高来橋に移り、武田25回忌を、南波随流寺にて取り行いしの供養に努めた。また、武田の意志を継ぎ、 煎茶の普及に尽力した。文久2年、バイ沖縄百年期に、淀川下流の青湾にて、青湾茶会という煎茶席を主催。この時、百福の肖像を描きその場で反布している。千二百人が来場し活況だったという。この模様は、青湾茶会図録にまとめられている。また、慶応元年には、青湾茶寮を営み高野さんでも茶会を模様した。 岡藩主、中川久成に壊れて、藩主として使える。これは、久成の絵の詩で、文人画家の春木南明の計らいがあったようだ。他にも土佐藩主、山内陽道、伊説藩主、東道高行の恩講を受けた。明治10年、63歳の時には、京都博覧会開催に尽力。出品紙受賞している。天皇の行幸の時午前にて記号する栄誉に、 よくしている。翌11年8月、京都府が学校の設立を、河野バイレ霊らと京都府知事、牧村正直に建議した。明治13年、開校となり直入は設理に就任。しかし、格画派の衝突が絶えず、明治17年に責任を取って辞職する。なお、京都府が学校は、後の京都市立芸術大学の前身である。退職後も、 私塾南州画学校を設立。明治23年には、富岡鉄斎谷口愛、山田と共に、日本漫画協会を設立。私塾を協会に合併した。明治32年、86歳にして、大爆山達中獅子林の十字となる。武田六十五回期追も書画会や煎茶、抹茶席を設け、書物宝物展の開催など、 精力的な活動を行っている。しかし、前官長との確執が講じて、明治40年、創籍を離れる。同年1月、死没。去年95。門弟に、田地下畜村、小玉家庭、田中白院、服部五郎、河村紀陽などがいる。ありがとうございます。